タイトルは、岩見沢に残る歴史的な鉄橋と木を変えて越えた富田なんですけど、おそらくですね、人間が作ったものの中で、まあ、江戸時代から何かを引き継いだお家に持ってきた壺があるっていう人を除けばですね、岩見沢にあるものの中で最も古いものがこれなんじゃないかと思うんですよ。明治13年頃にアメリカで作って14年に日本に入ってきてるものですが、岩見沢町ができたのはこの後も示するんですが、岩見沢のとか鉄道の町って言われる前から実は入ってきてるっていうのがこの鉄橋でもあります。ということで、まずは岩見沢鉄道の町、まあ、ここにいらっしゃる皆さんに今更岩見沢鉄道の町なんてことを言うまでもないと思うんですが、まずホロナイ鉄道っていうのが日本で3番目の鉄道は、まあ、ご存知だと思います。1番2番は東京横浜、あと京阪神、まあ、それはどっちも日本の首都、過去の首都ということで都市と都市を結ぶんで当たり前だったんですが、これだけはもう3番目でも特殊、町もない時代の小樽と幌内を結んだ、真ん中に札幌はあるんですけど、まだ数千人数万人しかいない時代の札幌ということで、アメリカの西部開拓と全く同じようなやり方で鉄道を作ったというのがこの岩見沢の原点でもあります。ということで、その原点が開拓市場、まあ、日本におけるそういう中でも、最初で最大の鉄道建設、都市間じゃない鉄道建設では最大という意味ではないかと思います。ということで、そういう意味では九州山口の世界遺産というのも今いろいろあるんですが、まあ、それに先駆けての鉄道建設がこちらであったという言い方もできるんではないかと思います。ちょっと全部を説明すると長くなるので、ちょっと発症しながらちょっとやっていくことになると思います。でそういう歴史を引きずって、これは 今の岩見沢はこういう状態で、その鉄道の町を引き継いで駅があるという状態です。でまさに11年岩見沢は初めてこの九白城が駅の向こう側にできました。でそれも結局目的は幌内丹田への鉄道道路改作のためにできた。でその時少し偶然ですが、クロフォードが日本に来た年でもあります。でもうすでに12年には、鉄道施設を決定ということで図面を作成しているんですが、最初の鉄道っていうのは実はケプロンさんっていうのは室蘭に結ぶことを考えてました。で片やクロフォードさんは、あクロフォードさんじゃないや、なんだよ、あケプロンは違うケプロンは室蘭へ、でライマンの方は、ホロムイまで鉄道で運んで、そこからホルムイフトっていうところから石狩川を通って、小樽まで船で運ぶ計画をしてました。だからそもそもどっちにしろ鉄道は最初なんであれ、幌内から幌内まで鉄道で運ぶ岩見沢はその中継地点ということで位置づけられていたということです。ところがどっこい、最終的には幌内鉄道ができたのに起点は今手宮小樽だと言われてます。これはちょっと非常に疑問ですよねっていう状態が今の状態です。それで、初めての鉄道敷設12年に決まって、14年にはもう札幌まで開通して、で15年には、もう幌内まで開通をするというすごいスピードでやっぱり作りました。これがいかにもアメリカ的という作り方です。それで、初めて岩見沢に入植開始したのが16年、って言いながら17年18年には今日お話をする育春別と幌内のそれぞれの川にこの鉄橋が架けられたということで、おそらくそういう意味での岩見沢が入植開始したもう直後にはこの橋があったということで、ですからご先祖がもし岩見沢にずっとこの時代からいらっしゃるっていう方にとっては、多分間違いなくご先祖も通ったであろう橋であるということが言えるかと思います。ということで、その誰もが通ったところっていうことでちょっとこれをしながらいきます。江別と幌内を結んでいるライン、まあ、何度も皆さん見慣れている部分だと思うんですが、岩見沢駅に対してこの橋がどこにあったかということで、一つは幌内と豊幌の間、実はこれよく見ると実はこの三笠の町まで、この江別幌内人から一直線の線を引いて地形的にどうしても通れないところだけ微妙に回して三笠まで、これも実はほとんど鉄道は一直線です。一直線でここからここを結んだんですが、どうしても一直線にできないところがこの幌内の鉄橋のあったところ、これ実は沼と湿地があったんでどうしても直線にできないんでこんな形になってます。でもう一個一直線にならなかったところがちょうど今病院のある丘をかわすところ、ここ一直線だった時代もあるんですけど機械室車が登れないんで最終的に幌内線も曲がっちゃったという部分なんですが、そこにありました。でここにあったのが幌内川橋梁で、もう一個こっちにあったのが旧育春別が、昔育春別がこう流れて今こっち行ってるんですけど昔こっちに流れてましたということで、ここが、もう一個橋と
ということで、多分皆さん年がら年中通ってる場所っていう意味での馴染みの深さがあるんじゃないかと思います。でこれに、明治29年、まあ、開通して10年ぐらいの地図を重ねるとこんな感じで、まあ、岩見沢はなんとなく町っぽくなってるんですけど、何にもない時代の線路がよくわかるかと思います。でこの時はこの直線の線路もここに描かれてます。これ見るとまさに三笠から、最初船で運ぼうが鉄道にしようがこの間はもういかに直線に運ぶかっていうことがあのこの線路の特徴だと思います。でさっきの具体的な場所、幌文岩橋梁は、ちょうど江別市との境ですね、通ってくると分かります。それで、普通鈍行に乗ってても見えないんですけど、線路と線路の真ん中に橋台が残ったりしているのが実は見えます。でこっちも幾春別川橋梁も実は、線路の左側の方、岩見沢に向かって乗った時左側にはその線路の橋台が残っているのが見えます。後でちょっとお示しします。でこの後幌内鉄道の旅、これちょっと何枚もあるんでちょっとなるべく時間省略しながら行きたいと思います。小樽、今こんな状況です。手宮っていうのがこの上ですね、国家が起点になったんですが、もちろん今線路はありません。線路跡が今公園になろうとしてます。でその時の地図重ねるとこんな状況、まだ小樽に小樽の町がない時代ですね。小樽なんていう地名もこの中にない状態なんですが、小樽の手宮からずっと走ってきたという状況です。で今の重ねるとこんな風に、ここが線路だったよっていうのが今公園になって、冬あのお祭りなんかもやってるところです。でこれが、試運転の時、これが勝内、入船陸橋というところなんですが、試運転の時には、まあ、これ車両止めてるわけですけど、先頭に人が乗ってるのが見えるんです。でちょっと拡大してみると、クロフォードさん、こっちがクロフォードさんですね。ちょっと小柄な方が松本総一郎ではないかと言われてるんですけど、これさっきの橋見てわかるように十何メーター高さがあります。で線路ですから道路の端と違ってこの枕木の下全部スカスカに見えてるはずですが、みんなもう大喜びで列車にしがみついて10メーターの橋の上で記念撮影をしたという状況で、ですからあのアメリカの大陸横断鉄道開通の時でも東西からこう線路を伸ばした時に両方の線路が結んだところでやっぱこういう記念写真を同じように撮ってるんです。ですからもうクロフォードさんにとっちゃもうこの写真を撮りたくてしょうがなかったわけです。もう線路の上でこういう記念写真を撮るという、そういうことを考えると非常にこれやっぱり微笑ましい、彼にとっても最高の時だったんじゃないかなという。ただこの後すぐあのお役目ごめんで帰ってしまったという状況にあります。で次札幌、これが線路で今札幌駅この辺ですね。で内部に向かっていく道というのがあります。で今の地図重ねるとこんな感じになっているよという状況です。また元の地図に行ってこの辺です。まだ町はあるけどあんまりあの建物は表示されてない。でこれがさっきの幌文岩のところ、これが、計画時点の地図なんですけど、こういう形でやっぱり湿地、ここに、池が見えますよね。こんな湿地があるせいで実は通れまっすぐにできなかったんでこんな形だったんだろうということがあります。でさっきの明治29年の地図を重ねるとやっぱりここで、で幌文という駅があるんですけど、今の幌文この辺です。これで見ると今の幌文ここですね。ということで駅の場所が移りました。消えないか、エスケープかなんかしてる。でもともと実は明治29年の地図を見ると今12号ってこっちなんですけど、昔道路ってこっちを通ってました。でここが港になって本当はここから船で運ぼうという計画時代の道路が、今も実は旧幌文の駅の前から残ってます。で本当は今日そこを見て写真撮ってこようと思ったんですけど JR で来ちゃったんで残念ながら撮れませんでしたっていうのが残念な点です。それでその場所、今 JR が通ってるすぐ横にこんな橋の跡っていうんですか、橋台っていうんですけど、こんなレンガ造りのが残ってます。で本当はこのコンクリートの部分、本当は石が組まれて、ね、重なってたはずですけど、おそらく補強か補修でこんななってるんですが、残念ながらこれは、明治18年にかかった時のじゃなくて、その後複線化かさらにまた橋かけた後の明治でも後期から大正にかけてのもんではないかというふうに見ています。でもう一個がさっきの幾春別川の橋、ちょうどあの国道が線路に近づいていくとこ、ちょうどあの、大幕とかある辺の裏です。ちょっとここは変電所の方まで行かないと、近寄ることができないという状況のとこです。でそこも同じようにこっちはあの補修されてません。あの昔のままこうなんとジグザグに
三義積みっていうんですけど、今回熊本城で柱一本で残ってる櫓がありましたよね。あれがまさにこの三義積みだけで残ってるっていう、その三義積みで組んだ兄弟がやっぱり残っています。小樽にもこれにそっくりなのがあるんですけど、それは明らかに明治の後期以降のものなので、これもそうではないかというふうに判断されます。で、次、最後、最後じゃないや、これ岩見沢の駅からさっきのこの山を、病院のある辺で山を越えれなくなっちゃった場所ですね。当初はだから越えれないんで、こうやっぱ迂回をしてたんですけど、強引に通そうという時代があったという名残です。で、今の地図重ねると労災病院がそこにちょうどあるという、皆さんお分かりですね。ちょうどこう丘を越えて降りてくるんだと思います、うん、そんな場所です。そこに線路が引かれていたということ で最後は、幌内。幌内炭鉱って当然皆さんねご存知だと思うんですが、幌内炭鉱の終点はどこだって聞くと、皆さんお若いから今日は分かんないかなって言いながら分かっている方もいると思うんですけど、終点っていうのがいわゆる鉄道記念館があるあの辺じゃなくて、もっと先の方にある音羽港っていうところがいわゆる幌内炭鉱で最後の、炭鉱と言われている部分で、そこがまさに終点、そこに幌内と書いてあります。ですからこの地図、こんな一図みたいなんですけど、これものすごい精度いいんですよね。びっくりするぐらい今の地図と重ねても、この赤い線って実はこの線をトレースした線なんで、ぴったり合ってるんですよ。ですから当時のこういう地図と言いながら、こういう技術ってやっぱりすごいなと思わせるのがこれでした。で、今の音羽港の終点、それがこれです。ちょっとこれ見づらいんですけど、この音がもう炭鉱の中に入ってて、トロッコをこう馬が引っ張ってた時代、これはもう明治の後期なんで結構後の時代です。でもそういうふうに線路が敷かれたということで、で今見るともちろん線路なんかなくて塞がれたこんなところが今も残っていて、つい1年前に三笠市できれいに整備して、今までこう雑草かき分けたりぐちゃぐちゃのところ歩くのが今簡単に行けるようになっています。そして次、橋のデザインっていうのが実はですね、この幌内鉄道いろんな橋を作ってます。でもちろん鉄橋っていうのは明治17、18年にかかったんですが、最初は全部木橋で作りました。その材料が入ってきてないっていうこともあって、でその木橋っていうのもこの後日本でいろんな橋を作っていくためにいろんなデザインのものにチャレンジをしてます。でそれを書いたのはちゃんと書絵図で、これは書絵図でも、小樽札幌間だとか、札幌江別間だとかっていろんなのがあって、これは江別と幌内炭山の炭間建築係って書いたんですけど、そういう部署が作ったやつで、橋の前にちょっとっていうことでトンネルの図面だとか、両側がちょっとから掘り下げた時にはこんなのを作るだとか、土留めはこういうふうに押さえろだとかっていうのも全部定められています。で、大体何メーター以内だったらこんなの作れ、あんなの作れっていうのを決めたのがこれです。ちょっとしたとこだったらこんなもんかけなさい、で下の方が湿地の場合には、湿地の場合には下に棒を敷いてからよガタガタ鳴らないように作りなさいとか、みんな決められてます。ですからこれあたりは乾燥の層に地面では乾燥してるとこはこの一個一個基礎作ればいいよ、湿地の場合にはこんな風に作りなさいよ、で長さも何メーター以下の橋はこうしなさいよとかっていうのを決めたものを作って作ったという図面が全部残ってます。だから鉄橋より前の話ですね、これ。それで、鉄橋の種類、鉄橋じゃない橋の種類でもこんななんか結構公園にかかってそうな橋、これブラウンさんって人の発案した、特許を取ったブラウン橋梁って言われてるやつなんですが、こんなもんの図面で、これはトラスはトラスでもクイーントラスって、ポニークイーントラスっていうちっちゃな橋はこんなのが架けれるよっていう図面です。で、例えば今のブラウンってやつはこんなのが実際かかってた。で、これはさっきの図面は琴二の橋の図面だったんですが、これは勝内って小樽の橋、こんなのが実際かかってましたというのがこんなやつです。で、多分明治の初期にかかった時代っていうのはレンガじゃなくて最初石だけでこういうふうに作ってたんじゃないかというのが、この下が石しか使ってないという図面です。で、次、これもうちょっとか、これがじゃあ今回のメインの橋です。江丹間、札幌江別間の幌無井橋梁、札幌江別間じゃないんだけど、まあこれがその幌無井橋梁です。で、今回お話しするメインの橋っていうのは実は30メーターあるんですけど、これはその前の木の橋の状態で10メーターの橋を3つかけてるという状態です。で、これは3つかかってるのが幌無井の橋で、この後鉄橋にするんですけど、その前の時代で全くこれと同じものの写真が、幌無井橋梁と同じ形式の江別川橋梁というものです。で、これは試運転の時の写真ってあるんですけど、ここに人がいますよね。
でこの人とちょっと関係するということで、あの蛍港に北防波堤っていうのがあって、広井勇さんっていうのが作ったというのはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、その広井勇さんっていうのは港でとっても有名なんですが、農学校を卒業してちょうどこれをやってる頃、これを作る係として、橋梁設計の係として実は20歳ちょっとで、この幌内鉄道に就職してるんです。それでこの自分で作って初めて汽車が通るとき、足が震えて顔面が蒼白になっていたというのを、二戸稲造が広井さんが亡くなったときに全部本で書いてるんです。でその時の姿にそっくりなんです。その表現している姿が、橋のたもとに立って足がガタガタ震えたっていう姿と、これが非常に似てて背格好もなんとなく似てるなっていうのがこの写真で、まさに自分が初めて設計した橋に汽車が通るという状況がこれに近いんじゃないかなっていうのがこの写真です。本人かどうかちょっとわからないんですけど、こんな状況が、明治の15年ぐらいかにあ、14年15年にあったという状態です。で、今回初めてこれは出てくる写真だと思います。こちら あのこの本にもない写真です。これ実は函館の、市立博物館から、とりあえずまだ配っちゃダメですよということで、見せるだけということに預かってるんですけれども、ホロムイフト、さっきのホロムイの駅ですね、昔のホロムイの駅で撮った写真でだと思いますっていうんで渡されたんですけど、まさにこの先に三連の橋がかかってます。さっきのこの橋ですね、これがその橋なんです。それで先頭に機関車があって人が乗ってて、木に葉っぱがないっていうことを考えると、ちょうど、明治15年の晩秋、ちょうど開通した時の記念写真なんではないかなっていう写真が出てきました。全くホロムイの辺の写真っていうのはなかったので、初めてこれが出てきたという状況です。で博物館の方もどこだかよくわかんないって言ったんですけど、あ、間違いなくホロムイですねっていうことで、今この後またどっかで出てくるかもしれません。ですから開通した時まさにこんな雰囲気でホロムイの鉄橋の橋梁があったというのがこの写真です。ここになんか本当はホロムイって書いてあるのかもしれないんですけど、当時はまだ一っ子一人いない原野の中の駅でした。それでこれがさっきの、これ10メーターの橋ですね。10メーターの橋の真ん中3つを取り払って鉄橋の図面、これは鉄橋かける3年ぐらい前に描いた設計図なんですけど、こんな石の柱を作って橋を架けようというのを考えてたという図面です。で片やもう一個、これはちょっとまた書いてるところも違うんで同じ時代のものかどうかわかんないんですけど、こちらも設計図で、こっちは木で足を組んで、春別川は橋を架けようという時代のものです。どっちも明治10年代の前半なんで、架ける何年か前の図面だと思います。っていうかこういう図面がちゃんと残ってるところもこの橋の素晴らしいところです。それで、アメリカ製のこの鉄橋っていうのはじゃあ、どうやって、作って、でその元になったクロフォードさんはなんで日本に来たんだろうかという、何も知らずに日本に来るわけがないし、日本人だってなんでこの人を呼んだろうということがあります。それで、その呼んだ時の経緯の話が実は全部、文書に残ってます。何書いてあるかっていう と、アメリカにいた講師吉田清成さんっていう人がこいつは使えるぞってことを日本におすすめするための文書、推薦状です。でよくよく見てみると、クロフォードさんがとっても実績豊富な、要はアメリカのパシフィック鉄道を作った、有能な技術者だよ、でとにかくいいやつで信頼できるよ、で彼を雇いさえすれば、日本でも満足の成果がいきますよっていうことを日本に推薦した文書っていうものがちゃんと残ってます。でその時クロフォードさん多分30代前半、35歳です、どっかに35歳ってから35歳ですっていうのが書いてあります。で、これがそのクロフォードさんがもう日本に来てからこの鉄橋を輸入する時に、パシフィックメールシステムシステムカンパニーって名前でパナマレールロードカンパニーだからパナマ経由で、大西洋から船に持ってきた時の荷札、荷を送るための荷札証券ってやつです。でよく見てみてあちこちにクロフォードの名前があったり、ポロナイレールウェイジャパンって書いてあって横浜経由で小樽に入るっていう書類が書いてあったり、そんなようなことが全部ここに示されている書類になってます。ですからホロナイもホロナイになっているところがポイントです。でこれがその時のいろんな輸入の手続きに使った領収書もみんなホロナイレールウェーブ北海道だとか、こっちもホロナイレールウェーブ北海道、わざわざこういうホロナイ鉄道のためのこういう書線っていうのかな、
領収書とか書類をわざわざ作っていたという証拠が残っています。で次、その鉄橋の、あ、ちょっと抜けちゃったな。で、ホロナイ鉄道の何がアメリカ製なんだろうかということなんですが、もう簡単に言うと全部です。車両、部品、運転手以外全部ということですね。あの車両、部品、レール、鉄橋、もう全部とにかく船で輸入してます。で、注文輸入はどうやってっていうのがさっきのこういろんな書状を使って輸入をしたんですが、面白いあのエピソードとして、輸入した時、船員も全部アメリカから小樽にやってきます。船を上げたら当然船員はしばらく休憩時間があって小樽の陸に上がるんだけど、その時にとにかく日本に来たからってあの悪さをするなとか、牢籍を働いたら日本の警察がとっ捕まえて豚ボコに入れるぞっていうようなことを約束状みたいのを全部書いた書類がやっぱり残っていて、まあ、いわゆる牢籍を働けば捕まるぞっていう一筆を書いてから皆さんが上陸をしてきたとか、そんなような経緯も全部書類で残ってるっていうのが、その注文と輸入に関するあの小話として残っています。で次、さっきもあったいろんな形の橋があったねっていう中で、岩見沢の橋はどういう橋なんだろうかということなんですが、トラスってトラス橋ってよく言うんですけど、本当これ土木屋の専門的な言い方になっちゃうんですけど、トラスの原点っていうのはいわゆる家でいう小屋組みなんですよね。屋根作る時ので、一番簡単なのはこういう一本柱の、これをあのキングっていうんです。キングトラスっていう名前にして、で逆にあのツイキングではないやつは何かっていうと、こう真ん中に柱がないやつ、両脇にあったり真ん中の柱が短かったりするのはクイーンって言います。クイーントラスとキングトラスというのがまず大きく分かれて、でその後にさらにいろんなトラスがあるんですけど、その代表的なのは、全部これハウさん、プラットさん、ワーレンさんというそれぞれの人があの、特許を取った名前を取ったトラスの名前、ちょうどなるべく部材を少なくして強度を保てるという形で、例えばハウトラスとプラットトラスはこの三角の形が逆ですよっていうだけなんですけど、それぞれが特許を取ったり、でもっとワーレンさんのはもっと簡単にこうジグザグだけ、なんとなくあの一番プラレールなんかにある簡単なのがこれなんですけどこんなやつがあのそれぞれ実はみんな開発者の名前を取って、みんな1800年代の中盤ぐらいに特許を取ったというトラスになってます。で岩見沢にあるのはこのプラットさんのプラットトラスです。で、さらにですね、種類がいくつかある中で、この上にこういう横方向、要は汽車がこの中を通っていくスタイルのものと、そうじゃなくて、車体がこの線より上に出ちゃうぐらい、要は上にこういう横方っていうのがないやつの2種類あって、っていうのはこれ実は低いんです。低い方はあの馬と一緒でポニートラスっていうのがこの形式ですね。でこっちは別にポニーと言わない、普通のトラスって言われてます。大きくはその低いのか高いのか、ポニーっていうこれのないやつなのか高いやつなのか、あとはそのそれぞれ開発者の名前でそれぞれいろんな名前のトラスがあります。何十種類もあるので、ちょっと今日は割愛させていただきます。それで、次、鉄橋の特徴ということで、今回のこの橋の一番最大の特徴は、リベットでまずくっついて、このポチ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 っていうこれで全部できています。くっついてます。でそれなんでそれでやったかっていうと、当時はまだ今みたいに I 型鋼っていう、こういう今ならこの I 型鋼っていうこれを一体で成形して作ることができるんですけど、当時そんなもん作る技術がありません。例えば平べったい板は作れるんで、板を曲げたりしたものをガッチャンガッチャンこうリベットで呼んでくっつけて I 型鋼っぽいものを作ったりするために、あのさっきみたいな、こういうベタ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 、これもだから1個の部材じゃなく何枚もの板材で作って1個の部材を作ったという状態のものを作っていました。ということでリベット止め、これをリベットっていうんですけど、リベットっていうので止めています。それでそれをさらに組み立てるのにピン結合というのがやっぱりこの大きな特徴で、要は部材で運んできたものをなるべく早く組み立てるために、まあ、もう簡単なプラモデルみたいにしようということで、運んできたやつをピンでガッチャンガッチャンつなげばどんどんできますよっていうためにピン結合っていう方法をとってます。でピンで結んだ各部材とさらに今度引っ張りに負けないためのいろんなものを作るのがアイバーというものがあります。アイバーっていうのは面玉、2つ面玉のような穴が開いて、横方向に長い材っていうのを使ってるのがこの大きな特徴になります。でそのピン、どんなピンというと今実際あの飾ったりもしてるんですけど、本当にこのぐらいの太さが5センチぐらいのピンとボルトという組み合わせで、本当にもうバンって突っ込めば橋がどんどん組み立てていけるという、アメリカ式の側製の作り方の橋の代表格のようになってます。
で、さっきのアイバーの特徴、実はチェーンです。これを長くしたものがアイバーというものです。まさにこんな穴が開いてます。で、この写真はそのサビサビになってるアイバーをみんなで磨いてきれいにしようよというイベントをやった時ので、みんなでトンカチトンカチサビを落としてやるんですけど、これやりだすとですね、なんていうの、無心になってやれるんですよかさぶた剥がしのようにゴリ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 剥がしながらサビを取ってやるという方法で、非常にこれは面白いです。写真撮ってるよりやってる方が面白いという感じで、この皆さんの没頭ぶり見ると分かると思います。ということで、アイバーっていうのはチェーンでこの橋は実は支えられている橋です。で、この方式っていうのは明治の末ぐらいでもう技術的には使われなくなって、今の鉄橋ではもうこのチェーンアイバーっていう方法では橋は作んなくなっています。それでこのアイバーっていうのはどこに使われてたかっていうと、下だけじゃなくてこの今回のこの岩見沢の橋ではこういう斜めの材、要は引っ張られるところはみんなアイバーで吊ってました。だから吊るためにこのチェーン構造を使っていたということで、こんなにいっぱい使ってます。それで、じゃあその材料何でできてるの。もちろん鉄橋ですから鉄ですよね。鉄なんですけど、実は鋼鉄ではなく、多分なかなか馴染みないんですけど、煉鉄という鉄でできてます。で、煉鉄って何だろうということになるんですが、まあ、この写真はちょっと関係なくて、煉鉄っていうのは炭素の非常に少ない、要は鉄分が非常に濃い鉄で、一般に錆びにくい、鉄分が多いほど錆びにくいんです。実は炭素が多いほど錆びやすくて、錆びが浸透するんで鉄はボロボロになるんですけど、煉鉄の特徴っていうのは錆びが表面だけで止まって、ちょっと磨くと真っ黒い黒錆びに変わって、黒錆びをさらに擦るとピカピカな銀色が出てくる。だからさっきの錆落とし非常に面白いんです。塗料を落として、茶色の錆を落として、それからさらに擦ると黒い綺麗な錆が出て、そこを擦るとその150年前にアメリカでカチンカチン叩いたような跡までが全部出てくるという、それが見えますよっていうのがその、鉄の面白さで、今は煉鉄というのは製造方法が変わっちゃったので、軟鉄という鉄とかロートアイアンっていうアクセサリーなんかに使う鉄では似たような鉄はあるんですけど、実はそれ煉鉄とは微妙に違うと専門家の方がおっしゃってます。ということで今作ることがほとんどできないそうです。で、今ここ写真に出てるの、実はこれ、岩見沢にあった2つの橋と全く同じ橋が豊平川にもかかってました。ただ岩見沢の橋の 1.5 倍、 45メーターの長さがあったんですが、豊平川はやっぱり荒れ川だったんで基礎が流されたりして、橋ごと流されたりして、今はもう全くこの部材がどこ行っちゃったかも分かんなくなっちゃっています。だから建設の年次は岩見沢にあった2つの橋より前の年に来てるんで、できた順だとこれが一番なんですけども、これは残念ながら行方不明で、これも実はさっきの写真と同じで止まってます。これ多分止まってて、かつ人がいて、要は記念撮影をしたという橋だと思います。それで橋を作った会社、これはちょっと直接岩見沢には関係なさそうなんですが、まさにそのクロフォードさんの出身地、ペンシルバニア州のフィラデルフィアという、まさにクロフォードさんの出身地なんです。で、作った会社というのが、コフロード&セーラー社というところなんですが、その社長さんダニエル・コフロードさんっていうのは、ドイツ生まれの先祖の、ドイツの先祖のお父さんの方の血を引く方で、かつ、クロフォードさんと一つ違いです。同じ町で当時そういう田舎で工業と方や鉄道に関わっているということで、当然お知り合いだったんじゃないかなっていうことで、この会社は明治10年より前にも当然鉄を作ったりしてるんですけれども、鉄橋とかの会社になったのが明治10年だそうです。それで明治13年、ちょうどこの橋を作って輸出をする話が決まった頃には140人雇用をしていて、その後、明治20年代には1000人の規模、すごい大きい会社になったんですけど、明治26年の2月にこのダニエルさん社長さんが亡くなって、その月にもういきなり倒産してます。ということで本当に会社があった期間っていうのが、20年足らずということで、短い間しかなかった会社で、実はあれだけの鉄橋を作ってるんで、アメリカにもこの会社の作った橋がいくつもあるかなと思って、アメリカの歴史的鉄橋とかっていろいろ調べても一つか二つしか出てきません。それも構造も何も全く違う橋しかないので、逆にアメリカの方にこういう橋が日本にありますよって紹介したら、非常にこれ興味を持っていただけるんじゃないかなと思います。それでそう言いながら、この工場ってどこにあったんだろうっていうのが実は分かんなかったんで、今回ちょっといろいろ調べてみたら、まずアメリカペンシルベニアってちょうど、
ワシントンとニューヨークの真ん中にあってフィラデルフィアっていう町があります。でなんとですね、そのコフロード&セーラー社の、これ明治13年の図面っていうのがありました。線路が本線の線路のすぐ横に引き込み線があって建物が2棟並ぶような、これでも屋根がデコボコしてるだけで実は大きな1棟です。でこんな会社があって、これ実はよく見ると何の設備があって従業員が何人いて、なんか例えば蒸気機関が何キロ何ワットの何があってっていうのも全部書いてある、こういう専門の地図っていうのが見つかりました。でまさにここで金属を作る鉄を作る工場っていうのがあって、こっちで橋を加工してたというふうに書いてあります。でそんなのが見つかって、でなんと驚くことにこの2棟実はまだ今も、航空写真で Google ハウスなんかで見るとあるのが分かります。でそのしばらく後、その会社が潰れる直前ぐらいにはさっきの2棟にさらにいろんな建物ができているのが分かります。それで事務所棟っていうのがここに歩道橋みたいところに大きな立派な事務所棟っていうのがあるんですが、あ違うあるんですが、すいませんそれ入れれなかったここにその写真が、その写真がやっぱり別な絵はがきとかいろんなやつ、絵はがきの中に事務所棟とこの建物に映ってるのも見つかりました。すみません、これ取り込む時間がなくて持ってきました。ということで、どこで作ってたかもはっきりこれで証拠が残ってるという状況です。それで、その橋を日本に持ってきて組み立てた直後のホロムイ橋の図、これがさっきの冊子の表紙にもなってるやつですが、これは冊子の表紙なんで写真だけをピックアップしたんですけど、札幌の写真館の非常に綺麗な額に入ってこんな状態で写真が撮られています。でこれ多分できた直後なんで、まだこんな仮設のいろんな木とかが転がっている状態だと思います。これがホロムイ、ちょうどどっちが豊幌でどっちが岩見沢側なのって考えるとちょっと難しいんですけど、よく綺麗な写真見るとこの先実は右に曲がってるのが見えるんです。でそう考えるとどっちなんだろうな、実はどっちも右に曲がるんです橋はだったとって、ここなんで結果はどっちか分かりません。これでいずれにしてもこういう状態の橋が、明治17年にかかったという時の写真です。でもう一個、育春別橋、こっちは実はさっきお見せしたのは下が木の柱で設計図がありましたとご説明したところの橋なんですが、できた時にはこんな、これコンクリートに見えるんですけど多分石だと思います。石、綺麗な上に白い石を敷いて下には多分その黒い硬い石を積んだんだと思うんですけど、こんな形のまま残ってるんで、さっき三基積みになって線路の当たるところだけ白い石だったというのとは違うっていうことが分かるんですが、とにかくこんな橋を架けていた。で当然今変電所があってすぐ先にはもう宝幕があったり岩見沢の駅があったりするところですけど、本当にただの原野一直線で、これもやっぱりどっち向いて撮ったんだろう。でも普通カメラマンでホロムイに向かって作ってる線路ならなんとなく向こうが岩見沢かなと思うんですけど、確信がないのでここではちょっとあえて言わないでおきます。ということでこんな時代が岩見沢にあったという非常にこれ貴重な写真だと思います。それで、本当に真面目な橋なんです。なるべく早く作るために余計なものを省いてあんなチェーンみたいなものをパンパンと作っていこうっていうのがあったんですが、橋門に7つの飾り、実は非常に見づらいんですけどここに7つ飾りがあるんです。で道路の橋だったらこう人が歩きながらああなんか飾りがあるねとかっていうのが分かったりするんですけど、汽車の場合機関士の方がかろうじて見るだけ、乗客はこんなとこ絶対見ないですよね。要するに飾ってもしょうがないのにその飾りがついてるということが分かりました。例えば道路だったらこう親柱っていう立派なこんな柱作ったりして装飾するんですけど、この橋については、これちょうど栃木県に行った時に図面を作り直した時のやつなんですけど、あ、ここに一個ポンとなんか取ってつけたようななんか面白い飾りがあって、これがその橋門の飾りです。で拡大したやつがそこにあります。なんか花かなんかをかたどったようなもので、それが今保存してある状況っていうか、今はちょっと綺麗になったんですけど、ちょっと前までこんな状況で あったということが分かっています。でこれがどんなものかというと、こんな飾りですね。直径12センチぐらい、
なんかお菓子になりそうな形なんですけど、こんな形のものです。でこれあまりに汚いんで、さっきみたいに錆落としを皆さんでやっていただこうということで錆を落としました。こんな風に。でもやりだすともうこれキリがないんですよ。綺麗になるまでもう一人でみんな抱えてやっちゃって、本当は2日3日かけてゆっくりやるはずが1日でみんな綺麗にしちゃったという状況です。で綺麗にしてみると、これちょっと真上から見たやつ、実際厚みがあるんでこんな形で、非常になんか微妙な形の、あの鋳型を使って作った鉄の飾りで、普通ならこれあの真面目な鉄橋だけに、これも何か強度を支えるための何かの構造物なんじゃないかなと思ったんですけど、これはもう全然そんなもんじゃなくて、くるくる動くような程度でただくっついてるだけっていうことが分かったので、本当にこの橋唯一の遊び心のある部分ではないかなと思います。で本当はアメリカで当然こういうのを作るってことは5個や10個作るわけないんで、アメリカの古い橋にもこれをつけた橋があったら面白いことになるなっていうのが、ちょっと今の今後の、あの調べようと思っている課題です。アメリカにこういうのを提供して、これのついているものどっかアメリカにないですかって、あったってなったら非常に面白いことになると思います。それで今までが岩見沢の話で、2度目の旅、2度目の旅って言っても実は1916年、100年前です。100年前に、移設されました。で移設されたっていうのは実は栃木県の、日光の手前の今市というところ、そこから北に向かう鬼怒川温泉に向かう線を作ろうという時代だったんですが、これはまた非常に北海道と縁がないようで実はあって、この下野電気鉄道を作る先には発電所を作るためにこれいろいろ、鉄道が欲しいという理由もありました。その下野ダムを作るための委員には、そのさっき言った広井勇さん、彼が顧問で入ってました。ということは当然鉄道を作ろうという時にも、この撤去の決まる直前まで、7、8年委員を務めてられたので、鉄道を作る時にも、お北海道にいい橋があるんだよ、ちょうど使える橋があるんだよ、俺が関わった時にちょうど輸入した橋なんだよっていうやり取りが絶対にあったんじゃないかなと思わせるような、ことがあって、なぜかこの栃木県にこの橋が2つとも行ったという経緯があります。でその鉄道ができたのが大正7年に、鉄道が開業して、で、大正8年に、最初ここから先しか鉄道がなかったのを大正8年にここの区間が開通したと、その時にここの橋ができました。で大体さっきあった30メーターの橋が10個あります。10連のトラスというのがあったうちの2連がこの北海道から行ったやつ、残り8個は九州から飛んできた橋でした。それで、それから、76年ぐらいかな、76年間、平成8年までこの橋はずっと使われ続けました。ということでそれはもう完成から110年も使われたという意味で、日本でもこれだけの間現役を働いた橋っていうのはもうないです。でこれがその、昔その橋があった時代、昭和36年ってあるんですけれども、これがさっき言った岩見沢から持ってきた橋、こっちがあの九州から持ってった橋、まあ、どう見てもちっちゃいですよね。ということで、あの昭和40年ぐらいに検査をしたら、これはもう耐久性に問題があるということで先に外されてしまいました。で当然これだって価値のある橋なんですけれども、昭和40年頃なんでまだそういうものを残すなんていう時代ではないので、もうどこ行ったかも分かんなくて撤去されておしまいという状態で、ですから昭和40年ぐらいにこいつももしも強度がなくて終わりですよって言われてたら、もうどっかの木図になっていたであろうということで、この時点でも1回生き残ってます。もともと東武鉄道にも、あ東武というか、栃木に持ってきたということも、その使える橋だということで生き延びた一つの理由ということで、ここでは2度目の生き残りをしています。でこれが、撤去される平成8年の直前の写真で、こういう形で2連橋なんですけど、実は川の上じゃなくて道路と土手をまたぐという非常に不思議な、ここはもう1メーターぐらいしかない非常に不思議なところにかかっていました。こんな状態で最後は残ってました。岩見沢では別々な、5、6キロ離れた別々なところだったけど、栃木ではお隣同士で並んでいた橋だったという時代です。あでこれがもうさっきの九州からの鉄橋がなくなった時代ですね。でこれが真正面から見たやつ、ダイヤ川橋梁という名前で、こっち側からちょうど今市という駅からこう登って橋を渡る、こんな風景でありました。で私ちょうどこれがかかっている頃、よくこの栃木県に行ったことがあったんで、この橋を何度も渡ってたので、ああの橋かっていうことでびっくりしてから、なんか引き込まれて、こういう会に参加するようになったという経緯がありました。私にとっては非常にこれは思い出の写真ということになります。
でその後この橋がやっぱり価値がある橋なんだっていうのが分かったのが昭和58、9年ぐらい、信州大学の鉄橋の権威の先生がこれはもしかしたらすごい橋なのかもしれないということをいろいろ論文なんかで書いたりして、でその後やっぱり価値があるっていうのが分かってきて、1995年ぐらい、平成7年ぐらいにはこういう土木学会誌の表紙なんかにも取り上げられたりしましたという写真です。で最後、この橋が役割を終えて撤去されます。で撤去するのを普通ならバラバラにしてトラックに積んで廃をしまいってやれば全然コストはかかんないんですけど、保存をするであろうというのを前提に非常に丁寧に橋ごと外してクレーンで外してタイヤだらけのこういう車両にわざわざ乗せて、仮置きをこういうふうに2連とも外して仮置きをしたという状況ですね。上も崩れないように補強しながらちゃんと、解体をしたという状況です。それで当然価値があるのが分かっているので1個、2個のうちの1個は JR 東日本が買い取ってというか受け取って JR の三島の工場というところで復元されました。すごい綺麗に復元されています。で1個はその後岩見沢にということになっています。これがだから2度目の旅で栃木に行ったという状況です。それで、お宝の価値のおさらいということになるんですが、技術的な価値、これはもうまさにアメリカ時代の一番まあ古い、日本では古い橋、ただアメリカでは結構標準的なプラットっていうトラスの、ピン結合の橋っていう意味ですけど、そういう意味での日本で初めてのアメリカ製の鉄道橋である、そして他に日本では他にないわざと少ないものであるということ。で日本で現存する鉄道の橋で一番古いのから数えても3番目に古いんです。で現役期間ではもう一番長いです。でかつ鉄橋ってどんどん改修したり補強したりするんですけど、なぜかこの橋ほとんど改修されないで全てのものが、ほとんど同じまま原型を保ち続けているということで、よく言う、改造されてない本物ですということが言えるというのがこの橋の特徴です。で近代日本の形成に大事だったという産業的な価値では、日本の初期の、明治初期の北海道開発におけるアメリカの技術を導入したというものの数少ない事例です。本州は比較的ヨーロッパとかが多いんですけれども、北海道におけるやっぱり北海道の開拓はアメリカ式だったというのが典型的な事例になります。であとは近代産業発達の源になった北海道炭鉱開発のコロナイ鉄道のいろんなゆかりを全部引きずっている橋ですよっていうこと。でまさにあとは岩見沢にとって、これが実はもっと大切なことで、岩見沢の町の成り立ちの原点、岩見沢の礎となった橋ということで、これをまあ残すべき場所、当然これは岩見沢に残んなきゃ、これを鉄道博物館に持ってっちゃったら多分残念ながら価値がない。今三島っていう静岡県に JR は保存してるんですけど、三島にあってもなっていうのがやっぱ現地で見てきた感想です。それであとこの橋がやっぱりその皆さんに当たり前のものだっていう意味では、とにかくその函館本線、今の函館本線に2個ともあって、で誰でも縁のある場所でにあった、誰もが当然その昔先祖の方が乗ってたかもしれないっていうことを考えると、このあとこの橋がもしどっかで復元できるものなら、当然誰でも縁のある場所、常に行って触れるような場所にあるのが本当はいいのかなっていう思いがあって、これを書いてみました。それで今の岩見沢、そういう意味では非常に面白いなと思うのが、岩見沢新しい駅になって通路ができて、通路ができたことによって実はこれを初めて知ったという市民の方が結構多いということが聞いてて分かりました。ということから見ると、岩見沢の駅っていうのは非常に新しい駅なのに開拓時代が見える駅なんですよね。通路を出て、でもまさに下にはこうレールを模したモチーフがあったり、そのさっきもあった星のマーク、北海道開拓の旗を引きずる北端のレールセンターのこのマークが残っていたり、それが通路、最新のデザインの通路からこれが開拓が見えるよというのは、日本中見ても多分ここしかないと思います。130年140年前の歴史と最新の岩見沢が一体になっているのが岩見沢の特徴じゃないかなと思います。で残念な写真なんですが、これが今のその橋の状態です。市内のある場所に保管なんですけれども、こういう状態、屋内にさすがには入れて保管するほどないということで屋外に置いてあります。当然草刈りとかしてきれいにする時期はあるんですけど、夏に草が茂るとやっぱりこんな状態になってしまって、錆も出てしまうという状態です。ところがその岩田でさっきお話したように、普通の鉄鋼だったらもう錆びてボロボロになって使い物にならなくなるはずなんですけど、実は錆びても何でもないんです。錆びても全然あっという間にきれいにピカピカになるんで、あとは本当これをいかにきれいにして
ちゃんと組み立ててあげるか。ピンも一本一本全部こういうの残ってますから、復元することは十分可能な状況にありますというのが今の星の状況です。でこれが最後、三島で保存している状態で、実はこれ今ゲートが開いた瞬間に撮らせていただいた写真で、中に入って写真撮らせてくださいって断られました。ちょっと周りに入っちゃいけない施設なんです、ここは JR の研修センター でゲートが開いた瞬間にパチッと撮ってやっと撮れたんですけど、普段ゲートが閉まったりいろんな機械が手前に置いてあるんでちゃんとした写真も撮れないんですけど、こういう橋が蘇ると、岩見沢にもできますよという橋になるかと思います。ということで以上で、時間ちょっとオーバーしちゃいましたが、これでお話を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたらですね、今最初からトラス橋をしてたわけじゃないし、残そうと思ったんじゃないだろう、そこら辺どういう経緯ですね、これを残すっていう話で岩見沢持ってくることを成功したのか、ちょっと長くなるかもしれないですけど、そこら辺まずまとめてお話を、はい、ちょうど活動のとこうポストイット使いながら巻物みたいになっちゃったんですけども、そういうことでこの辺で、ね、赤いポストイット、ピンクのポストイットが大体こう当たる出会いなんですよ。で、オレンジはこんなことしようかなっていうところなんですけども、で初めはですね、ここも平成元年なんですけど、この辺で偶然にこう関わった人がこう会ってるんですけど、それは後で分かることなんですけども、それで岩見沢はやっぱり鉄道の町なんで、なんかそういった町づくりできないだろう、そしたらある人の子供さんが、いやここにトーマスみたいな綺麗な機関車が走ったらいいね、そういうことを、それをイメージして、そしたら岩見沢で機関車トーマスっていうか本物の機関車を走らせてみようじゃないですかっていう、そんな話になってたんですよ。それでそういったなんか鉄道を復興するような集まりを作ろうかなっていう話になってきたときに、これが平成の5年あたりですね。それで一人が、私したらイギリス行ってきますって1ヶ月以上行ってきて、イギリスのいろんな市民鉄道、イギリスはもう世界で一番最初に機関車走ったんです、一番最初になくなった、でもまた100カ所以上復興して市民のね、こう運営してる保存鉄道をやられてるんです、ね、それをいくつも見てきて、そんなすごいのがあったってことで早速報告してくれて、そしたらちょうどトヨタ財団の市民研究コンクールというのがありまして、それがちょうどその年の12月ぐらいに分かって、で1月ぐらい締め切って、そしたらちょうど活動を整理するのもいいからダメ元でそこを受けてみようか、それで受けて、そうすると予備研究になんか受かっちゃったんですね。で受かってしまって、そしてその今度イギリス行った人がいろいろ写真も撮ってきてます、そしたらロンドンの三越かなんかで知ってた人と、向こうでもまた田中さんっていうかな、日本人の人あって、そしたら札幌の三越でそういう人がいるんだったら、そのイギリスの鉄道の様子をパネル展やったらどうですか、三越の最上階とそれと屋上で階段も含めて三越でトーマスイベントを平成6年の6月にやりました。結構好評でテレカを作ったり、そしたら岩見沢でもやりましょうかって、岩見沢でも7月に、今はないですよ、ポルタ今の出会えるでやりました。そうするとそこに好きな、大学の先生がいらっしゃいまして、機関車好きで見に来たんです。でも実はその人がトラス橋の話を持ってくれたんです。後でつながっていきますけど、そういうこのピンクのところはみんな新しい出会いなんです。それでずっと来まして、トヨタ財団に来てずっと来て、でそしてこんなことしてるうちに阪神大震災が起こりました。これも関係も大変だと思うんです。それでトヨタ財団の市民研究コンクールの選考委員の中にこう遠藤先生っていう、当時名城大学だったんですけど、熊本大学です、その先生が阪神大震災で被害を受けて、神戸の真野地区、ここにも30年代の町、西の町づくりのこう筆頭に横綱だって言われた地区なんですけども、そこがもろに震災の直撃を受けて、でもそういったことがあるんで、全部神戸阪神地区全部を力づけたいんだけども、でもその一
つとして間の地区だけをちょっと全国縦断して元気づけようじゃないか、岩見沢もやっていいんですか、そしたらどんどん行ったら北海道で岩見沢だけその支援するコンサートもできたんです。なんかそんなことでどん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 、ね、増えていきました。そして今度この辺で緑色がかかったのがやっとトラス橋です。ようやくこれもそうですね、トラス橋の話が特大の佐藤圭一先生ですから、そこからこういった話がそれと信州大学の先生がこれは間違いないだろうっていう話が初めてここで来ます。でもそこでは今度私たちは機関車を走らせようと思ってますから、トーマスの家っていうのは事務所ができました。でここで遊ばれるようになりました。これで今度イギリスの方にまたもう一回みんなで見に行こう。2回行ったんですか。いや全部で4回ぐらい行ってます。すごいそれで今度またトラス橋の話、この時ですね、新市大学の先生が岩見沢でその機関車も走らせたいと思うから、そのダイヤ川の橋梁にとっても関心を持ってるという機関で、そしたら私が岩見沢に行ってそれを説明してしましょうって言ってくださって、それで勝手に来てくれた。勝手に来てくれた。それからものすごくお世話になったトラス橋をずっと保存してくれた東京鉄骨橋梁の奈良顧問っていうものすごくお世話になったんですけど、そのお二人が来てくださって、そしていろいろと説明してください。これがトラス橋のちょっとスタートです、ね、そしてこの蛍光のこれがなんですけども、これがラジオとかテレビだとかこういうふうにだんだん知れていったもんですから出させてもらいました。そして北海道新聞を中心にですね、記者の方も若手の方が一緒にこう参加してくださったり、転勤されてもまたそこを引き継いでくださったりで、ものすごく新聞ラジオテレビにで、おかげでものすごく岩見沢もそうですし、周りにもその活動っていうのもよく皆さん理解してください。でも機関車の方が分かりやすいもんですから、ものすごく、はい、それでまたちょっと上がってください。ずっとすいません。これそして今度トラス橋ですね。今度これからですね、トヨタ財団のまちづくり市民研究コンクールにやったんですけども、私がちょうど東京に行った時に東京鉄骨橋の奈良顧問とお会いすることができました。で矢沢のその機関車の取り組みの状況の報告ですとか、それからその機関車の、イギリスから輸入 しようとしてますからその基金のことですが、それからトラス橋がもし矢沢に来たらトラス橋の基金をどうするか、そういったこともいろいろ相談して教えていただいたり助言いただいて、そして東武鉄道の機関トラス橋の持ち主の東武鉄道さんの方も紹介してくださって、私ずっと面会、そして、会わせていただいた後ダイヤ川に行ってトラス橋に実際案内していただいて、トラス橋の上に乗って、そして向こうから特急が来た時にすごく遅くスピードを遅くしてくるんですけども、揺れるんですよ、カタ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 って。でトラス橋の端っこの方に立ってると通り過ぎるときったら結構いい揺れ方で、橋全体が揺れてこう保ってるっていう、そういう感じを受けました。それから今度トラス橋の方はJR 北海道の方に行って、当時坂本社長さんだったんですけど、東京鉄骨橋梁の奈良さんからは坂本社長が一番詳しいので、東北屋さんですけどね、はい、でその人が一番トラス橋を理解してるので、はい、でもお忙しい方なので、うん、会えないで、その当時総合企画部長さんが代わりに話聞いてくださって、また同じようなことをしたんですけれど、瀬川さん指してたかね、はいはい、人も恐竜屋さん、橋屋さん、はい、はい、そして今度岩見沢の今トラス橋を保存保管してくださっている長井鉄工所さん、この当時平成8年になりましたね、この頃訪問しまして、トラス橋の組み立てだとか塗装だとか輸送だとか、そのレール全部について、私どももできると思いますよ。そして置くことも OK ですよ。そして機関車の方もトロッコだとかレールについてもうちの方で関われると思いますという、もうものすごく全面的に協力してくださって、トラス橋の落ち着き先っていうのはここで決まったんですね。そして東京鉄骨奈良顧問の方からトラス橋の先ほど掛け替えの時も電話いただいて、トラス取手工場に保管するのでその
使うようになったらその保管あのまでは砦工場に保管しますからっていうそういうことを言ってください。とにかくあのいろんな方のその温かいそのなんか思いやりとか指導の中で自分たちがこうただこうしたいなっていう思いをこう実現させてずっと来てますね。でここが赤いところはいろんなところでこうあの集まりがいろんな人がこう関わってきてあの取り組むようになりました。こういった、あと岩見沢にコミュニティ放送 FM 浜松だったんですけどここにもあの私も入ったんですけどもう一人と番組持ちましてでその方は私辞めた後も今亡くなっちゃったんですけど500回その番組を続けて500回以上やられてます。一番の人気番組をやってました。そしてまたこうあと平成9年に今度イギリスで機関車が出来上がったということで行ってあのまた機関車を作った人はスティーブンソンっていう偶然にも、はい、そういった名前のニューキャッスルの人なんですけどもそこで実際に乗って運転から保守の感じを教えてもらってあとまたロンドンに行ってあの今度日本まで輸送するそういう手続きをしたり、ね、そんなことをしてきました。でこの時はアイアンブリッジとホース橋も見てきました、ね、すごいこうなんかいよいよっていう感じになった時に、ええ、なった時に今なんもできないですね。そうなんです。今、はい、あのちょうどここまでがトヨタ財団の市民研究コンクールで、うん平成9年の5月までなんですね。でこの後がトラス橋が来るんです。もうすぐ来た後が来た後から来た後から止まりました、はい。ちょっと今ざっと飛ばしちゃったんですけども、はい、あのなんか当初トラス橋のことが頭にないうちにあの機関車が初めはこう次の駅というかあの次こういうことをしようっていうことになるのかなと思ったんですけどそうじゃなくてもう海に出たみたいにどこに行くかわからないのでそして止まったりまたぐっと進んだりでその中にいろんな人と会ったりっていう、まあ、そんな活動だったもんですからその中にトラス橋がだん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 こう重たいっていうか大きな位置づけで、ね、なってきて、まあ、それで結局トラス橋来ましたと、はい、で機関車はどうだったんですか。機関車はですねあの発注してもうできたんですよね。もうできました。機関車は来ました。来ました。機関車は来てですねあ、まあ、そうあ来ましてまずスッとこう走ったんですよ、まあ、軽くレールを置いてそしたら岩見沢は鉄道の街ですから機関士の OB の方がものすごくいてそれも腕のいい方が6、7人いましてで次から次とこう運転されたんですよ。だそのうち縮尺そのものですからアクセルもレバーがすごく細くてもうレバー曲がって折れちゃって動かなくなっちゃったんですそしたら一人松井さんっていう方があのよく知ってる近所の方であの器用な方でうちも以前お世話になってるんですけどその方がおかしいなって言いながらすぐ直してくれてで機関車を壊した人たちはもう来なくなってそのおじさんが次の日からずっと機関車を見てくれて実はその人あの内部工場のもう一番の技術者で何か事故が起きたらもう先頭になってその事故処理をしたりもうあらゆることもただそのおじさんのおかげでその機関車がマイナスのネジからプラスのネジになったりそれから細かいあの管が太くなったりっていうパワーアップしてそれであのどん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 走るようになってあの子供たちもで一番すごい時は札幌の雪祭りもあの走りました。その時は6日間か7日間で機関車の話はそれぐらいそれで機関車、まあ、機関車をやりながらどんどん鉄橋の部分が増えてきて、はいはいで機関車もできたし、そうやって運転できるし、鉄橋もやってきたと、はいはい、だけど今は機関車はなくてそうですないし、鉄橋も置いたまま、なぜそうなっちゃったのかっていうところを機関車はですね、その面倒を見てたおじさんが急に亡くなられたんです。それで1年間休止したけども、うん、息子さんがたまたま手伝ってたりしたから自分で歌ったらっていうと、うん、でも仕事が忙しくてやっぱり細い管なんてなかなかこう元に戻すと時間がかかるので元には戻ると思うんですけどもちょっと休止中ですね、うん、であのトラス橋の方は、平成9年にその東武鉄道さんに取り組んでくださいって正式にお願いしてでその1ヶ月後に東武鉄道さんからいいですよあの
譲渡はいけないし、その他に譲渡に関する費用はそちらで持ってください、あと詳細はペットって、そでもほとんど運んで長井鉄工所さんのすぐそばまで運んでいただいて、長井鉄工所さんで殺す分だけの費用でトラス橋はこっちに来ることができます。あと平成11年にトラス橋をこう復活を進めようっていう、再建しようっていう、そういう会を作ったりしました。それで、祝う会を、平成11年の10月24日ですか、やったんですけども、そこからなかなかトラス橋の基金の方も進まないで、で一つは、JR の坂本社長さんなりその後の会長さんなりとお会いしたかったんですけども、結局かなわなくて、その辺上からのルートっていうのはちょっとなくなっちゃったり、それでどうしようかなってときに、また駅舎のが火事になって、これもまたちょっとそれどころじゃなくなっちゃったっていう、そういうところもありますね、はい、で以降はあれは残ったまま、そうです、で今日に至ってると、そうですね、はい、まるで活動してないっていうわけじゃなくて、その機関車とトラス橋についてはストップ中の状態ですね、でたまたまトラス橋については去年あたりから皆さんにお世話になりまして、うん、こうやって技術的にこういろいろこう表に出していただいて、でものすごくありがたいと思ってますし、トラス橋を持ってきたんですけど、その後までの責任っていうか実力がなかったのは事実なもんですから、その辺はこれから皆さんのお力を、ね、まあちょっと17年、はい、ね、まあ、あの状態になってしまっていると、はいはい、でまあそれをなんとかしなければねとこう言い出し始めてくれたのが、まあ笠井さんとか石川さんなんですけども、笠井さん、はい、笠井さんはなんでトラス橋の存在まず知ったんですか。別ですね、あれやっぱり橋屋さんの中で話題の橋だ、土木学会の、石川さん今所属してますけど、戦勝土木遺産選考委員会っていうのがありまして、それは全国組織の北海道支部の、そういう委員会で、そこで、トラス橋っていうのが話題になった、佐藤圭一先生も、関係してますし、その頃委員長はコン先生、あ、コンさん、はい、朝日川で、あとうちの会社の上司で、はい、新藤というのが、はい、その辺で新藤はメタル屋なんで、小西先生とか佐藤圭一先生とか、いろいろその辺のつながり、横のつながりがありまして、で小西先生からやっぱし東武鉄道で使ってたトラス橋が北海道から向こうに行ったもんで、もう110年以上使われてた、そういう歴史的な橋があって、それがヤミザに里帰りしたよという、こちらの方で里帰りしたよっていうのを聞いて、で本当はまあ直接お手伝いっていう話で一回行ったんですけども、その辺であれですよね、ちょっとうまくすりつけがいかなかったっていう、でその後5年ぐらい前から岩見沢の町づくりっていうことで岩見沢駅丸という組織に入れていただいて、トラス橋の錆落とし体験会を、お手伝いするということでトラス橋には関わってきました。あれ土木学会でもね、北海道って全国的にすごい貴重な橋っていうリストを一回作って、あれ毎年作って更新してるの、はい、あれもともとを作った頃っていうのはちょうどトラスが帰ってきたかった、もっと前からあった、先生はもう何せライフワークのように作り続けていて、それをもとにこの時の最新の状況に更新させていただいて、小西先生これで間違いないですよねって言ったら、いやいやそちらで作ってるのは間違いないですねって言われて、で3番目にくぐりと上がって、リストの中では北海道内で
10いくつですか、あの例えば三菱大湯鉄道の。あ、いや、もう全然ダントツ最高です。道内ではもちろんダントツ最高で、うん、全国で3番目、うん、あ、まあ古さで言うとね、うん、まあそれで道内いろいろ大事だよって橋が、まあ、10いくつあると、はい、いや、あのですね、うん、今あの戦勝土木遺産っていうので、はい、北海道で登録されてるのは橋5つしかないです。ただこれらの橋も、昭和の時にかかってる橋なんで、うん、明治の時からある橋なんて北海道内ないんですよね。ですからすごい貴重な橋。あれ今戦勝土木遺産鉄道の橋になってるやつってどんな理由があるんですか。ない。あの第三雨竜川橋梁で、はいはい、新名線 の, 名線の、はい、あれも昭和、あ、昭和で、昭和の橋ですね。昭和で、はいはい、ということは今残ってるやつがちゃんともう一回組み立てられて、はい、まあ当時これでしたってやったらダントツぶっちぎり、ダントツぶっちぎりすぐ先週の全国にあれですね、北海道代表で送ってもいいぐらいの感じですよね。でそういったものを含めてね、まあ笠井さんでちょっとこう皆さんこう、まあなんとなく貴重な橋だなっていうのは石川さんの説明でね、でそれがおおとかっていう感じでさっき説明聞いたと思うんですけど、ちょっといやそれにしてもなんか残すのも金かかりそうだし、そんなのも頑張って残す意味とかね、価値とかって何なんだろうってちょっともうちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけどどうですか笠井さん。今の橋って鉄の橋って、まあ、先ほども連鉄錆びにくいって言ってますけど、うん、今の鋼材で作ったスチールの橋ってすごい錆びて穴開いたりするんですよね、うん、それを維持するのにあの塗装というもので一生懸命橋なんか維持してますけど、このトラス橋自体はあの部材は山の記憶にちょっとこう飾ってあるんですけど、部材全然稼働しないんです。人でこう触ってももう綺麗に面が折れてこう折れて、あの稼働してません、うん、で直角になってるんですね。そうです、はい、ちょっと専門用語っぽくなります直角になってる、はい、ですから本当に115年以上120年近く、あ、130年、うん、摩耗しないで形をちゃんと維持して、すごい、あの橋梁として魅力がありますね、うん、私的には、うん、今の橋も、設計したら昔は50年持てばいいよって言ってたんです。今はちょっと維持管理をして70年持たせようかって言って、まあすごく、維持管理うまくいけば100年っていうのが鉄の橋なんですよね。100年持って、すごいって言われるんですけど、もうそんなレベルではない、塗装なんかしてない、ボロボロもうあのあれです、ちょっとヘラみたいので触ればパキパキと塗装はみんな剥がれてきますから、その辺であのすごい橋というのと、やはり闇沢の町ができるより前にここにかかってたんだっていう、そういうあれですよね、その闇沢の歴史より古い橋っていうのが魅力があるんじゃないかなと思います。あのじゃあ瀬尾さんはこう橋の話だった時にね、はい、まあ なんでこう入って手を挙げてあれだけ頑張っているような人になって、ですね、僕は今北五条西12丁目ってところに住んでるんです。そこで生まれてるんですけども、あのちょうどあの旧育春別川のところの橋の音っていうのはいつも聞こえてるんですよ、当たり前に、うん、それであの自分の生活の中の音として、で小さい頃思い出せばその橋の下で遊んでたんですよね、小学校行くちょっと前から。で、あの橋がトラス橋、その前の橋はトラス橋だったんだっていうことで、自分としてはものすごく身近にも感じちゃったんですね。それであのなおさらその東京鉄骨橋梁の先ほど何回も言った奈良顧問っていう方、ちょっと小西先生もそうなんです、特に奈良顧問とはもういつもあのこうやり取りさせていただいてまして、でその何ていうか橋に対するこう思いやりというか可愛がり方っていうか、それがもう僕橋のことって何も技術的なこと分かんないんですけど伝わってくるんですね。あ、こんなすごい方いらっしゃるんだって。それであの橋のその基金とかを作ろうと思った時も、私でいがったらこう入らせてもらうし、その運動する
でこういう方も入ったらいい、入れたらいいと思うし、うん、でもこと細かにいろいろと教えていただいたんです。で東武鉄道さんの方にもいろいろ教えていただいて、今度東武鉄道さんでもまたすごくあの言い方がっていうか世話になってくれた方いらっしゃって、だからいろんなとこでいろんな方にものすごくあのお世話になりました。だから単純にあのあそれはヤミザの橋だからっていうんじゃなくて、そういった北海道でなかなかその技術をこう分かりやすく伝えてくれるっていうこと今までこうなかったもんですから、あこういう方とあのこうずっとつながりながらあのやっていくと本当に間違った方向にも行かないし、それであのいい方向に行くんだろうな。で、うん、奈良顧問が一つは三島の教習所の方にあのプラス教を復元されましたけども、岩見沢の方は市民運動でやられてるから岩見沢の方にあの里帰りさせました。だから皆さんがこう歩いて渡れるような触れれるような、まあ、そういった場所だとかそういった使い方をしていただきたいと思いますけど、もうそれはずっとあの身に染みてますし、まあ、そういった方向はもう自分たちもその通りだなと思ってます、うん、はい、まあ知れば知るほどなんかすごいと逆に縁がこう、はい、あ、はい、でまあ葛西さんの場合は知ってるから最初からすごいとね、でまあどうもあの基本にはその橋を知ってる人の橋への愛っていうの、橋本愛じゃなくて橋愛みたいなねでそんなのがどうもあるんですけど、じゃ石川さんにね、いや、私そんな橋そんなに好きじゃないよとか別に言う人ばっかりだぞ多分ね、いや橋って言われても別に普段意識してないよと、でまあそういう人にとっては例えば一番古いですよとかっていう価値はまあ分かりやすい価値としてまあ、あったりするんですけど、他になんかね、いやこういうふうにしたらちょっと見方変わりますよとか、何だろうな、あの鉄全然本当はね、うん、専門家じゃなきゃ何も面白くない鉄っていう材料一つとっても、うん、例えば錬鉄っていうそれがね、うん、今はほとんどこの世にないものなんですけれども、うんうん、じゃあどういうものがあるのったら錬鉄の一番最大のものって何だろうったらエッフェル塔があるんですよ、うん、エッフェル塔って実はあれ無塗装なんですよ、うん、まあ、何せあんな高いですから塗装やるわけにもいかないんで、フランスで変な足場も組めないんで塗装してないけども150年170年か全くあのまま残ってますよね。だからレッフェル塔と同じ歴史を継ぐ橋なんですよ、あれその錬鉄の橋っていうのは。そういう意味でやっぱ非常に面白いなっていうのがありますよね。だからこれが錬鉄ですよね。これがちょうど岩見沢にあのトランス級が来た時に東武鉄道さんからこう引き渡しの時があったんです。それをこれあのもう、まあ、これは全然ちょっと触ってみてください。これが金です。すごい重たい。普通の鉄と全然違う。当時と全然変わってないです。あの家の中でこうずっと保存してたんで。まさに黒錆状態ですね。それは黒いですもん、ね。うん。磨けば本当にもう銀色に、うん、磨けたら銀色になっちゃう。ね。全然角が減ってないっていうのは驚きですよ、ね。そういうなんか専門家じゃなきゃ分かんないように地区も決めてちゃんと紹介して、要は逆には極端な言い方塗装しないで保存するっていうのが一つの手かもしれないんですよ。こんなひどいってわざと思わせてから実はってやるとか、結構その驚きをちゃんと伝えてあげないとね、一般の人にとっては何だただの橋じゃんっていう、さっきもあの千住橋ってあの橋のうんちくを聞かされたんですけど、そんな世界で一番長い木の橋が実は岩見沢にあんのかよっていう、そういうのをやっぱりいろいろ PR をしていくと実は面白いものが岩見沢にあるよっていう PR になるんじゃないかなと思いますね。である意味価値がやっぱ非常にあるんで、岩見沢の方じゃなくて全国の人が見に来ると思うんですよ。そういう結構多くの深くて鉄橋マニアとかやっぱりいますんで、鉄道じゃなくて鉄橋マニアとかって人はやっぱり日本中の橋を見に来ますんで、そういう意味ではあのさっき入らせてくれなかった三島とは違ってもっとフレンドリーな橋としてあの見ることができるとか、で今も市民活動でまさにねあの錆落としとかやってるのは子どもたちにはもしもこれが本当に復元されて記念物になったらこんな擦ること絶対できないよって言ってやってもらってるんで、そうするとお父さんお母さんじゃあ今やった方がしらやってくれるそれを言うことでどんどんやってくださいって人がちゃんと指導してくれる人ですねもう首にやりゃいいんだよみたいな、そうですね、うん、そういう意味ではやっぱりあれを連接を磨いてそれが綺麗になって、うん、少しでも多くの人にあれに触ってもらって、うん、それが本当に復元できたら、うん、いや俺はこれ過去に磨いたことがあるんだよ、うん、っていう記憶を岩見沢でどんどん引き継いでいくと、うん、面白いことになるんじゃないかなと思います、うん、
鉄道の歴史っていう意味じゃ、赤い電車も今ね、第一のテラスさんで保存されたりとか、やっぱ鉄道の街っていう系譜をいろんな形で引き継ぐ岩見沢があると、非常になんかアピールするいいポイントになるんじゃないかなと思いますね。あの、笠井さんもね、まあ、ずっと岩見沢人で、はい、ね、岩見沢育ちで、で、じゃあまあ自分が岩見沢人として、技術者でもある岩見沢人としてこういうものがあったらこんなことができるんじゃないかとか、で、橋の技術じゃない立場でなんかこう、やっぱりこういうふうに残した方がいいよって皆さんにメッセージみたいな。あの、まあ本州で、横浜にみなとみらい21ってあそこありますよね。あそこに汽車道ってあるんですよ、遊歩道。あそこにこう古い橋が何橋かこうかかってて、その中の一橋が夕張線の夕張川橋梁って、北海道の栗山の方にかかってたやつが向こうに持ってってそこでかかってるんですよね。それより古いんですか。それより古いんです。なんか自分のところにあったものが他持ってって大事にされてるちょっと悔しいです、ね。そうですね。まずはね。いやこの前ザワ人としても、歩いてきましたけど。ね、やっぱり岩見沢にあってみんながそれを見に来ると。ね。ね、で全国から人呼べる、うん、そういうもので、やはり JR 東海にある研修所にあるトラス橋は触れない。うん、勝手に中入ってたら怒られるという、うん、やっぱり岩見沢に来たら触れるよとか、うん、やはりそういうような場所にぜひ置いて、うん、触れるとか渡れるとかね。そうですよね。なんかそんなにだけど、あの車通すわけでもないし、また汽車通すわけでもないから、うん、そんなにその高い安全基準である必要はないですよね。いや、あれもともと組み立てれば、ね、全然あの、人通る荷重なんか十分すぎるぐらい、うんうん、あれ大体あの汽車40トンの、うん、機関車乗せて、うん、後ろにあのね、ね、直単化車、はい、それを乗せて走れるように設計してるんですね、うん、で、橋かけた時は弁慶義経はあれ14トンしかなかった、機関車が。それを40トンという機関車を走らせるだけの設計荷重で、3倍の余裕を持たせて橋を設計したんです、まあ、買ったそういう橋を買ってきたと、ね、すごい先見の明がクロフォードさんにあったというかね、うん、から例えばあれですよね、まあ、子供連れてって、ね、いや実はこの時は、ね、14トンの機関車を通すだけでよかったのに、ね、40トンの余裕を見て買ったおかげでその後50何年だからもうずっと使えたんだよと。でそれが使った後でももっと軽い車両を通すために施設に売られてて110年使われてたんだよと。だから目先のことにとらわれてね、物を買うよりも、ね、長い目で見てって、そんな話を実物を見ながら歴史をもとに話をするの、これ結構闇沢らしい教育だったり、そうですね、でそういう人を育てていくのが闇沢だなみたいな話をできていったら面白いですよね。であと、石川さんに先ほどこういろんな橋にまつわるうんちくをね、してもらったんですけど、橋だけ見ても橋の価値ってなかなかないですけど、そこの橋から派生するかけた人のね、クロフォードの実はこういう話があってとかね、でこの鉄道にはこういう話があってとか、ヒロインさんが関わっててとかって、でそんな橋からスタートするストーリーっていうのが実は価値があると思うんですけど、ある意味このホロナイ鉄道のストーリーって全部それだと思うんですよ、ね、うんうん、下手すれば九州の世界遺産以上に北海道の開拓、うん、アメリカ式の北海道の開拓っていうのは、うん、世界遺産で求めてる普遍性って意味では、うん、ヨーロッパとかあっちの方主体で進めた九州とかあっちよりも、うん、っていうかあれと本当はこっちの北海道は一緒になって初めて近代日本っていうのが本当はできてるはずなんで、うんうんうん、どうもあっちだけだと本当は片手打ちなんじゃないかなと思うのがそこにあるんですよ、うんうん、でアメリカの実はここでクイズやります1個でいいですか、うん、じゃあアメリカ大陸横断鉄道っていつできたんでしょうかという話なんです、うん、先例ですよね、うん、で実はそれちょっとメモったのがあるんですけど、1番
大塩平八郎の頃、天保時代の1830年代だにできたと、1830年代に大陸を大塩平八郎がそうですできたというのが一つ。あとは黒船が来た1850年代、54年代、黒船来航、黒船来航の50何年、いや実はもっと、実は明治に近いぐらい、明治2年反政奉還があった、まあ函館戦争があった、その頃明治の初めにやっと大陸横断が69年ぐらい、その頃に大陸横断、さあどれでしょうか、1番大塩平八郎か黒船来航か明治維新か、はい、じゃあ適当に指で1、2、3をちょっと挙げてみてください。どれにできたんだろうか、大陸横断テストの実は。あ、すげえ、みんな優秀。はい、正解3番です。実はそのホロライ鉄道をやるために黒報道が来た、ほんとちょっと前に開通してるんですよ、はい、じゃ あの大陸横断鉄道何キロあるかっていうと2800キロもあるんです、うん、ホロライ鉄道100何キロですよ、うん、黒報道にとっちゃ朝飯前だったんですよ、実はだから来たんですよ、うん、じゃないかと思うんです、うん、じゃあその2800キロ何年で作ったかって考えると何十年もじゃないんですよ、たった7、8年で作ってるんですよ、そう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 、ね、札幌まで1年作っちゃった、そう、ね、だからホロライ鉄道なんて、ね、あっという間で作るのが当たり前なんですよね、うん、そういうことも含めて紹介しながら、いかにホロライ鉄道がすごい勢いで作られて、うん、当時のあの明治の何もない頃でもだからこそ一直線に作ろう、でも一直線でできないところは曲げよう、そこにできた橋だよとか、うん、岩見沢もそういう意味ではいやもういつ曲げた唯一の場所があそこだよとかっていうのをいろいろうんちく絡めてあの橋でやるととっても面白い、うん、そういうものの手がかりになる、手がかりになるものだと、うん、説明する非常に面白い地球、ね、構造物だけあったら実は全然面白くないですよね。いやまさにね、今石川さんが話してくれたように、あのなんで北海道のね、まあ、あの鉄道は、黒坊ですし、まあ、地質はライマンとか、ね、それから、アンチセルだとかね、ワーフィールド、道路作ったワーフィールドとかね、でもう山でね、であのエドウィンダムとかいろんなアメリカ人が手伝いに来て、なんでこんな辺境のね、あの後進国の日本に来たんだって言ったら、全部西部開拓者で、西部開拓終わっちゃって彼ら失業してた、仕事すぎなかった、じゃあ次のフロンティアどこだって北海道で見つけたんですね。でそれをあのアメリカから連れてきてくれた原動力になったのがまさに薩摩藩の人たちで、黒田清隆で、呼び元は黒田清隆であり、向こうで退職したのは森有元で、あの幕末にあの15人の若い留学生としてイギリス行った、ね、村橋久成なんかもその辺り札幌にいますっていう、から、まあ、そのオリジナルは今の世界遺産になってるあの明治日本の産業革命遺産、鹿児島の薩摩藩が1851年修正館で日本初の工場群を作った島津成明というところですね、それがスタートになって、実はその同じ系譜が北海道に飛んで飛んで、で先ほど石川さん言ったように、日本の西側の方の近代化はイギリス、フランスから入れ、ドイツから入れてるけど、北海道はアメリカから技術を入れてる、で鹿児島の後押しがきっかけ作りがあって北海道で出会ってる、だけどアメリカの人たちはみんな実はヨーロッパで学んだりしてるんですよね、ドイツで、だから西回り航路で来るのか東回り航路で来るのかだから今回じゃあ西からやってきた近代化だけ世界遺産だってね、東からやってきた近代化が落ちてるって、これは日本政府片手どうするんだよで、まあ、まさにそんな主張なんかもね、やっぱり物ないとなかなかね、あのこういう力の動き方ってもなかなかいいですけど、この物があって物の前でそういう話をしていくって言ったらちょっと説得力があるんですね、できてくる、そこにあの笠井さんみたいな橋愛を持った人がね専門的な話をしてくれたり、瀬尾さんみたいにあの実はこういろんなこう地域をどうしていくかとかスタートした結果橋にたどり着いたっていう流れがなんかそこでフィットこうフィットしてくれるね、なんか一つ大きなこうパワーが出そうな感じがどうもするんじゃないかなと、で今ちょっとお話ししただけでね、まあそんな感じがしました。でもう大体予定の時刻ちょっと過ぎてしまいましたんで、まあ最後にですね、あのそれぞれこうちょっと一言ずつ、お話をしていただきたい。じゃあ瀬尾さんから、はい、あの話をですね、この豊田財団の地域研究会を組んでやった時に、ここのヤンジャーの線路から北側のところ
赤くに打ったところは鉄道関係者なんだ。これ町内会の皆さんにこう努力であってここは今やんちゃ駅ですので南北逆の駅あ逆の駅、ね、なんか気持ち悪いですね。これですね、はいはいはい、だからここでこういう感じになってます、はい、こっちが駅に来たんです、はい、こっちが今、野球場になりますね、うん、こっちがでトラス橋がこのとこはもうちょっと難しくなりますね。こんだけいたんだ当時ね。で私はこの辺に住んでるんですけども、まあうちは鉄道の家でないんですけども、周りは鉄道でそこは当たり前だと思ってたんですよ。でもだんだんやっていくうちにこういうとこは辞めたしかないよってこう言われるようになってきて、だから数から言っても辞めたっていうのはもうまるで鉄道の街なんだな、だけども鉄道にまるで特化してるんだなって、やっぱ鉄道の規模自体がとっても大きかったんじゃないかな。これで今日見てもらっていただくの一番わかるかと思って、グレーのことになりました。はい、ありがとうございました。じゃあ笠井さん。いや、これ見て私もびっくりですね、うん、私も同じように同じ町内会で小さい時に、うん、その時私のおじいちゃんもあの人は何だろう、国鉄マンだったんですけど、うんうん、まあ母親の親も国鉄マンだったんですけど、やはりヤミザに関係するってあそこら辺に本当にすごいなって今のでドッキリしましたね、うんうんうん、まああと私自体はずっと橋梁やってますけれども、やはりですね、なんとか、この橋はまあライフワークでなんとかしたいなって、うん、もういい年ですから、まあ同じ年なんですけど、もうすぐフルに年金もらえるような立場になりますまだまだ現役で働きたいなと思ってますし、トラス橋の完成見るまでは頑張っていきたいな、うん、そういうふうに思っております。はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあ石川さん、まさにその完成に向けてっていう意味では、やっぱりもうこっちに来てから16年、17年、もう結構な年月を経ってるんで、うん、そろそろやっぱ活動をきちんとつけて、うん、で今まさにそういう近代遺産ブームというか、そういうブームにも、まあ、ある意味乗っかりながら、やっぱり大事なものはちゃんと、まさか今のまま屋外に保存っていうよりも、ちゃんとやっぱ形あるものにする、でも形あるものにするっても何せ30メーターの長さ、せいぜいこの建物なんか15メーターぐらいですね、このビュー。この場合の高さも7メーターもある、うん、そんな簡単にできるものじゃないんですけど、うん、できた時にはすごいやっぱり規模の大きいものになると思うんですよ。ですからその30メーターかける幅が先3、4メーターかな、うん、で高さ7メーター、それがちゃんと生きるところに置かなきゃどうしようもないんで、そういう場所を含めて市民の皆さんがやっぱりまずはこんな場所にあった方がいいよねとか、こういう風に使っていくとみんなが触れるよねとかっていうのを頭の中に描きながら、何かあるたびにあそこに置こう、ここに置こうっていろんな意見を出しながらやっぱり進めていくのが、もうそろそろ本気でやっていった方がよろしいんじゃないかなと思いますよね、うんうん、はい、お金をちょっと抜きにして、はい、はい、ありがとうございました。先ほど、まあ、石川さんがね、たまたまこういう闇税が新しくなって、まあ、闇税が新しく なるっていうきっかけになった火事があったから、この橋がちょっとこのまま十何年の置いとかやったかなってるんですけどまあいろいろあって新しい駅舎ができて、新しい橋ができて、で実はあの橋っていうのはタイムトンネルの橋なんですよ、ね、あの橋を渡ったら150年遡れるなんて、すごいなんかすごいストーリーが書けそうでね。そしたら明治32年にできた煉瓦建ての建物があり、その前には、まあ、空いてる土地があり、横には鉄道の、ね、建物もまだまだやつが残ってるんで、でなんかすごい絵が描けそうな、まあ、感じがするなと。でせっかく、まあ、今回こういうような、ね、まあ、会を作っていただいて、こういう、こうまた動きが起こせそうだなっていう感じになってきましたんで、まあ、うちの NPO としてもですね、今年は少しこうどういうふうにしたらじゃ残していけるんだろうとか、それは残す価値は何なんだろうとか、じゃあ実際今日は何がすごいんだって話を中心にやったんですけど、どう残したらいいんだっていうのをね、今日はちょっとお話できませんでしたので、じゃあどこにどういう形でどういうふうに残して、でいくらぐらいお金かかるかもしれなくて、でそのためには周りただ橋だけ残せばいいんじゃなくて、周りもどうやってこう関連付けていったらいいのかみたいな、いや、まあ、マスタープランというかね、
あの属したこう皆さんの議論できるような絵みたいのを、あの今年うちの NPO 中心になってあの描こうと、瀬尾さんとかね、笠井さんとか石川さん中心、まあ、そのうちの担当理事として先ほどあの石川理事を指名しておきましたので、まあ、石川理事を中心に今年はうち の, あのマネジメントセンターでみんな集まってもらうワークショップだとか、あるいはいろんな展示だとか できればまあ1分の1はちょっと木で組み立てられないなってさっき計算してたんですけど、まあ、せめて3分の1ぐらいのねのものは組み立ててみると、この3倍だぜっつったら、こんなに大きいのってみんなに分かってもらえるような、まあ、そんなようなこともね、あの従来のこうサビ磨きだけではなくて少しこう一歩進んでやりたいなと、またその時はあの皆さん方にですね、あのいろいろお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それであの、まあ、あと今 NPO では炭鉄鋼っていうね取り組みやってまして、育ちの石炭があったおかげで、小樽の港が栄えた。で育ちの炭鉱会社が室蘭の製鉄所を作って、製鉄所製鋼所を作っていった。でその間を炭鉱会社が引いた鉄道が結んでいた。で炭鉄鋼で、まあ厳密に言うと炭鉄鋼鉄なんですね。鉄は2つなんですけど、はい。でやっぱりその鉄のじゃあ中心地はどこだったら、まさに岩見沢以外なくて鉄道の鉄道なんですね。でやっぱりそれをこう打ち立っていくと、なんかあの炭鉄鋼っていうのね、よりこう光っていくなと。で今密かなブームらしいですから、炭鉄鋼ね密かなブーム、まあ7年ぐらい続きした分密かなブームになってるので、もう少しでブレイクするんじゃないかとね。あのなんかこの前は高橋知事がある会議で炭鉄鋼って口走ったらしいですから、なんかブレイクの予感がですね、するようです。でそれであの、先ほどあの世界遺産でですね、去年なったと、九州山口県を中心として、まあ、それは1851年あの島津家の、まあ、修正館っていうのが、まあ、スタートで、1901年に畑製鉄所ができる、まあ近代化が始めってスタートしてから鉄ができるまで50年の大体ストーリーなんですけども、であの中であのこの鉄橋に類するあのものといえば、例えば、三菱長崎造船所の、クレーンがあるんですけどね、紙切れ、あれ何年でしたっけ、あのクレーンができた、あれ1900年近くだったんですよね、100年近く、うん、だからあの下手したら八幡より後ぐらいね、あと似たようなものったら、八幡製鉄所 の, あの鉄でできた建物って、あれも八幡と一緒ですから1900年の。そう考えたらこっちの方がよっぽど早いんですよねもう15年は世界遺産の残ってる、世界遺産だって言われた同じようなものに比べて15年は早くて、で私から見たらもうこれなんてもう即十分クラスじゃないかなと、重要文化財にしてもおかしくないあのものじゃないのかなっていうぐらい。だから、まあ、逆にあのもっとこう地域の皆さんと一緒になっていろいろこの価値をちょっと知ったりね、あるいは触ったりしながら、あの周りの人がすごいもの持ってるねってこう羨ましがって寄ってきてもらえるような、まあ、そんな状態をね早く作っていきたいな、まあ、それのスタートが今日、まあ、ここからもう一度あのスタートができたらなというふうに思っております。はい、でもう予定の時間に20分近く超過してしまいましたので、一言だけいいですか、はい、すみません、あの今いろいろ話を貴重な話をしてもらったんですけど、一つだけ質問したいのはですね、これで日本にあの北海道にこれだけすごい歴史を語ってきたもので、本場のアメリカにはこういうものがどれだけ残ってるんでしょうか。あのヒストリックブリッジっていう言葉で検索していただいて、アメリカってヒストリックブリッジアメリカってやると、アメリカ中の古い橋を集めてるマニアの人のホームページにたどり着くんですけど、もう何千っていう橋が紹介されています。もちろんそれ日本でいう昭和時代の橋まで入ってるんですけど、その中でもランクを全部つけてるんです、その方が。でもしこの橋、今岩見沢の橋がその表の中に入ればトップランクに入ることが分かったんですよ。あ、そう、はい、あのそれが大事だと思うんですよ。大事なんです。まさにそう。本場に持ってってもすごいんだぞってことはやっぱり PR するメリット、ね。そうなんです。あのぜひそれちょっと見てみてください。その方のランク。でそこにコブロード&セーラー社の橋も一つ出てます。あ、ただ橋の形全く違う。もっと貧弱な橋が出てます。はい、あの本当にトップクラスに入ると思います。
メリカに売り込みますか。どこのタイミングでそれやるかもしれない。これから画策します。いや、このまま行ったら、いや、闇座でやらないんだったらって、そう、持ってかれちゃったら困るんです。いや、それこそ探偵作る中だと、小樽だって、いくらだって、そうちでいいよって小樽にかけたいっていう、術っていう観点から言ったら、室蘭だって全然おかしくない。それぞれね、アメリカで海鮮とかって言われるんですね。で、そうならないように、ちょっと早いうちにね、そうなんです、動きを起こしていったり、下手にアメリカに言ってね、はい、えって言われても困っちゃうんで、はい、ね、TPP で持ってくれちゃうかもしれない。はい、はい、で、まあ、そうならないようにですね、うちの NPO も入れするきっかけを作って立たししていきたいと思いますので、引き続きご協力いただければというふうに思います。じゃあ今日3名の皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしたら改めてですね、ここでちょっと PR しましょうか。今のトラス教のブックレット、こんなものすごく詳しく書かれてあるのが、なんと今なら540円。あ、今なら500円。500円、おぉ。ちょっと販売ができるようになったんですよね。セミナーさん、ちょっとこっちでした。PR を。はい。山の記憶推進事業団の北口です。はい、今日牛川さんがお話ししたこと、地図とか写真とか、これに全て載っております。通常540円ですが、今日は500円で販売いたします。安い。はい、私も闇沢出身ですけれども、NPO に入るまでは全然本当鉄橋のことなんかも観光のことなんかも知らなかったし、興味持てなかったんですが、いろいろ知るうちに本当闇沢こんな町なんだということがすごく分かりました。ぜひ知らない方いっぱい闇沢にいるので、広める機会になったらいいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ジャンプ金賞ね。ジャンプ金賞です。早めの勝ちです。まもなく絶版間近っていう。では買わないと損するよ、後悔するよ。いや、ということで非常に貴重な写真もいっぱい載ってますので、はい、ぜひ楽しみに見てみてほしいと思います。ということで、次回なんですけど、いよいよですね、そろそろこう闇沢の歴史について掘り下げていくのは、だいたい1回戦区切ろうかなっていうふうに思っています。で、その前に本当はですね、鉄道の闇沢の鉄道の価値っていうのをこうすごく専門的な人がいて、その人に一回講義をしてもらおうと思ってるんですが、実はまだですね、ちょっと事情があって、それがまだ約束できないんですね、日程をね。まあそんなことでですね、それはちょっとイレギュラー的にまた後に織り込むことにして、次回は闇沢の郷土史を学ぶ会とか、あとですね、文化財保護委員会の会長をやってます、尾崎和夫さんという方が、いらっしゃるんですが、その方にですね、ちょっとお願いをしました。で、第一部としてこの尾崎会長の、まあ、いろんなこう経験というか、ネタを蓄えておりますので、その、知見によってこの闇沢の生い立ちっていうのをですね、実は北海道開拓が始まるちょっと前の、約200年前から、ロシアとの綱引きとかそういったところからちょっとお話をしていただいて、今の闇沢までの流れをこうずっと語ってもらうっていうのが第一部で、設定をしたいと思ってます。で、第2部として、まあ、ゆるり全体トークっていう、毎回名前違うんですけど、まあ、会場と一緒にですね、ぜひこう探究シリーズをやりたいなと思って、その一つが闇沢の石碑。闇沢にも石碑がですね、約パッと見ると100何個あるんですね。全部マッピングされたりしてデータが残って、これ教育委員会でホームページでダウンロードできるので、ぜひ興味があったら見てほしいんですけど、こういうのも一個一個解説があってですね、結構すごいんですよ。で、北村の方ではですね、なんだっけ、北海道の名前つけた人、松浦武志郎さんがここで泊まったよっていう石碑があったり、実はそんなのもあってですね、結構パラパラって見ると面白いなっていうのもあるので、実はそのことも掘り下げることが、まあ、この尾崎さんはこれの編纂の、メンバーだったので、この話もできるんですね。で、あと闇沢の文化財もいろんなのがあるんですけど、まあ、その文化財のことについてももうちょっと掘り下げてもらったり、まあ、みんなとこう、会話をやり取りしながら、そんなことをやっていけたらいいなと思ってますので、これが次回5月27日金曜日っていうふうにまた勝手に設定をさせてもらったんですが、やらさせてもらいます。これが第5回勉強会になって、で、その次はいよいよちょっとアウトプットの方にエネルギーを使っていこうかなと思ってますんで、ぜひ闇沢の歴史のおさらいという意味も兼ねてですね、参加できる方はまた参加していただけたら嬉しいなと思っております。
はい、ということで今日はこれにて終了となるんですが、また例のごとく場所も何も決めてませんが、懇親会行ける人だけ行きたいと思ってますので、もし行ける方がいれば会場に残っていただければと思います、ね、ご紹介は、ああいいですか。せっかくなんで、じゃあ吉岡理事長から紹介をしていただきましょうか。はい、今日はちょっと九州からスペシャルゲストをうちの NPO に来てまして3名ご紹介します。ちょっと立って、あ、じゃあせっかくなんで前に、はい、前にこんなチャンスは先ほど世界遺産の話が出て、そのスタートは鹿児島の、薩摩藩の、島津成明が作った修正館1851年だったりしますけれど、そこを含めて磯亭、庭を所有してます、島津工業の皆さん、島津社長から、前園さんと新吾さん3人来ておられます。はい、で島津社長、島津さんで名前がついていますので、なんとなく薄々気がついていると思います。お父様が今のご当主ですね、島津さんはその次ということで33代目になります。じゃあ一言ずつちょっとすいません、突然のご指名なので鹿児島の島津です。ちょっと橋だけの団体だとちょっとね、なかなかあれなんですが、そのバックグラウンドにもストーリーなんか配布してですね、非常に我々の町でもいろいろやっていかないといけないことがあるなと思っておりました。ちなみにクロフォードをスカウトした吉田清成も薩摩藩士人間で、森雄英の次の講師ですね、はい、プロをスカウトした人の次の公認講師だったりするので、そういった意味でもまた、北海道開拓岩見沢にも関連しているのが一応貢献したぞと言いたかったなというのが言うことができて、すっきりしました。ありがとうございました。はい、はい、前園と申します。昨年9月に初めて北海道来まして、今回7回目です。岩見沢も7回目です。ずっと岩見沢にいます。自分の鹿児島同様ですね、岩見沢には愛しかありますので、何か駆け足になることができたらと思っております。今後ともよろしくお願いします。うちの2階に2週間滞在してはい、じゃあ新吾さん。はい、新吾と申します。岩見沢はまだ2回目なんですけれども、薩摩と、北海道のまた駆け足となれるようにまだ勉強していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。NPO はまた鹿児島と歴史的なつながりを大事にしながら助けたり助けられたりという関係で、今日は岩見沢で鹿児島の新しい駅の話の相談をしてたっていうね、すごい、そういうつながりを持ってやってますんで、ぜひうちのセンターにもお越しください。はい、はい、ということで、改めまして夜遅くまで本当に今日もありがとうございました。岩見沢シビックプライド探求部、本当にいいことやってるなってちょっと気づいてます。なんで今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。